アグリジェント県は、イタリア共和国シチリア州に属する県の一つ。県とは、アグリジェント。法制上の位置づけは、2015年に、従来の県から、コムーネ自治組合に移行した。イタリア語版ウィキペディア等では廃止された、プロビンシアディオグリジェントと新設された、リベロ・コンソルツヨコムーノリーディオグリジェントが、別項目になっているが、便宜上双方を、アグリジェント県として、 本校で扱う。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。シチリア島南西部に位置する県で、南は地中海のシチリア海峡に面する。県とアグリジェントは、カルタニセッタから南西へ約 47km、州都パレルモから南南東へ約 92km、トラーパニから南東へ約 122km、白草から西北西へ。 1> 約1 5 4トルの距離にある。隣接する県は以下の通り。海岸から南西へ約2 0 0トル離れたペラージェ諸島も県域に含まれている。西の境界付近、サンブーカディシチリアの付近にはアランチョ山、チラーミ山があり、ふもとにアランチョ湖がある。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば、 人口2万人以上の都市、集落は以下の通り。アグリジェント県には43のコムーネが属する。県の海岸から南西へ約2 0 0トル離れたペラージ諸島はランペルザエリーノーザというコムーネを形成しており、イタリア最南端のコムーネである。また、県西北部のサンブーカディシチイリアとカルタベラオッタの間にはパレルモ県の飛び地がある。主要なコネは、 下表の通り、左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2011年1月1日現在。ありがとうございます。